エスタディオ・モノメンタル・アントニオ・ベスプチオ・リベルティは、アルゼンチン・ブエノス・アイレスにあるスタジアム。通称、エル・モヌメンタル。サッカー・アルゼンチン代表と、競合クラブの CA ・リーベルプレートが、ホームスタジアムとして使用する。かつては、エスタディオ・モノメンタルという名称であったが、1987年に、かつてのリーベル会長の名を冠したものに変更された。 このスタジアムの最初の試合は1938年5月25日にリーベルプレートとウルグアイのペニャロールの間で行われリーベルが3から1で勝利した。なおリーベルの最大のライバルボカジュニアーズのホームスタジアムであるラボンボレーラのお年の試合も2年後の同じ日に行われている。スタジアムは当初は 立ち見席を含め76,600人の収容能力を有していたが、1978年のワールドカップアルゼンチン大会の際に改修工事が行われ、警備の問題のためにピッチとスタンドの間に干渉地帯を作る工事が行われ65,645人に減少した。同大会ではメインスタジアムとして開幕戦と決勝戦等が行われた。 決勝戦の結果、地元アルゼンチンが初優勝を成し遂げ、スタジアムは歓喜に包まれた。ピッチの外周のトラックは一時期アンツーカーを剥がして土の状態にしていたが、2004年頃に再びそれを取り付けるようになった。スタジアム周辺にはテニス、バスケットボールをはじめ多くのスポーツ施設が存在する。他にも劇場、博物館等を有し、 若手選手寮はいくつかの交通機関を利用して短時間で移動できる距離に位置する。また、ブエノスアイレス地域の他の多くのスタジアムに反して大きな駐車場をスタジアムの傍らに保有する。スタジアムを所有するリーベルプレートやアルゼンチン代表の国際試合などサッカーの試合に使用することが多いがラグビーアルゼンチン代表の国際試合の際にも使用している。また ブルース・スプリングス・ティーンや、デビット・ボーイ、ガンズ・ローゼズ、マイケル・ジャクソン、ラモーンズ、U2、メタリカ、マドンナ、オアシス、AC、DC、ボンジョビ、ローリング・ストーンズ、レディー・カガ,ガなど、世界的人気を誇るアーティストのコンサート会場として使用されてきた。2004年、リーベルタンインでペンディエンテ戦におけるスタジアムの前景。ありがとうございます。